ケプラー6とは白鳥座にある黄色の恒星である。この恒星は NASA が地球に似た太陽系外惑星を発見するために打ち上げられた探査機ケプラーの観測視野内にある。ケプラー6は太陽より金属が多くやや大きい一方、表面温度はわずかに低い。ケプラーの観測によりケプラー6に少なくとも一つ。 ケプラー6ビットという木星サイズの太陽系外惑星が発見されている。ケプラー6は2009年に始まった太陽系外惑星探査のケプラー計画によって命名された。太陽やシリウスのような固有名は持たない。惑星ケプラー6ビットはケプラーが最初の成果として発見した他の4つの太陽系外惑星とともに 2010年1月4日に行われたアメリカ天文学会第215回会合にて公表された。ケプラー6ビットは、ケプラー計画が発見した3番目の系外惑星となる。ちなみに、3番目の発見なのに番号が6なのは、ケプラー以前に発見されていた3つの惑星で試験観測を行い、それらの惑星を検出することで、 ケプラーの観測精度の確認を行ったためである。ケプラーによる、ケプラー6ビットの発見は、アメリカは、ハワイ州のケック第一望遠鏡、テキサス州のホビー・エバリー望遠鏡、ハーラン・ジェスミス望遠鏡、カリフォルニア州のヘール望遠鏡、シー・ドナルド・シェーン望遠鏡、アリゾナ州のフレッド・ローレンス・ウィップル天文台、ウィン望遠鏡、MMT ・ティリングハスト望遠鏡、 そしてカナリア諸島の北欧光学望遠鏡の追観測によって確定した。ケプラー6は質量が太陽の1.209倍と太陽より2割ほど大きく、半径も太陽の1.391倍と太陽より4割ほど大きい。ケプラー6の年齢は約38億年とされており、 表面温度は 5647K と太陽の 5777K より、わずかに冷たい。金属量は、FEH イコールプラス0.34と、太陽より多く、存在比で太陽の2.2倍に上る量の金属が、含まれるとされている。ケプラー6の死等級は13.5と暗く、肉眼では見ることができない。ちなみに、地球から見た。 冥王星の死闘級は最も明るい時で13.65である。ケプラーによって初めて発見された5つの太陽系外惑星の大きさの比較。この中でケプラー6ビットは4番画目に大きい。前述の通りケプラー6には木星の3分の2に相当する0.668倍の質量を持つ太陽系外惑星ケプラー6ビットが発見されている。 ケプラー6ビットの半径は、木星の1.304倍と、木星より3分の1ほど大きい。ケプラー6ビットは、ケプラー6から平均0.0485に au、離れた軌道を3.235日で好転している。ケプラー6ビットの軌道は、円形を仮定している。ありがとうございます。